はい、どうも、始まりました、ゆうご .tv でございます。早速、本日のお題を読んでいきます。はじめからうまくいくわけがないことを知る、こちらを今から読んでいきます。はい。子供の頃はたくさんの失敗を経験していくことが大切です。失敗に対する精神的な免疫力をつけるためではなく、何事も初めからうまくいくわけがないことを知っておくためです。初めからうまくいくことがいくことの方が珍しく、ほとんどの場合たくさんの失敗や挫折の先にやっと小さな成功があるのです。最初から大成功ということがないということを知っておくことは、諦めない力を身につけることと同じです。諦めない力は2回や3回の失敗ではすぐ諦めず、うまくいくまで何度もやり続ける意識の持ちようのことを言います。将来仕事をするとき、時に新人時代には仕事の方法がわからないので、たくさんの失敗をすることでしょう。上司から怒鳴られながら仕事を続けるためには、まず1回で全てがうまくいくことは珍しいことを知っておかなければなりません。できないからといえすぐさじを投げてしまうことでは仕事は長続きしません。そういう人は1回失敗をしただけでもうダメだと思い、現実から逃げる癖がついてきます。本当は初めからうまくいかない方が当たり前だというのに、すぐできなかったことに自分で自分を責めてしまうのです。学校で良い成績を取る人は、それだけたくさんの問題をこなしてきた人です。たくさんの問題をこなしてきたことで、たくさん間違えてできないところや弱点を見つけ、克服していったのです。成績の良い人では、初めからうまくいっていたわけではなく、たくさん問題を間違えたからできるようになっていたのです。初めからうまくいかないことを知り、たくさん間違いをすることで、正解に近づくものだと考えましょう。そうすれば、一度や二度の失敗は何でもなくなるのです。今日の格言。一回できなかったくらいで諦めないようにする。確かに、間違いない。生まれてすぐ赤ん坊が立てるわけもない。走れるわけもない。一つずつ。転んで失敗して立ち上がってチャレンジしての繰り返し、肝に銘じます。はい、今日もいい勉強になりました。いい気づきをありがとう。また明日、バイバーイ。